中見て撮って見ていただけるとこういう感じですね。ボタン指きれいに並んできっちり仕事してきてくれる。ボタン指ってこう見た目、まずツヤがあってきれいなのがやっぱり最上ですけど、やっぱ日が経つと白く、この辺が白っぽくなってきます、ね、やっぱそうなるとダメですね。ツヤっぽくて、あとはこう持った時にダランってしちゃうんですよ。物が良くないとこの頭のところがダランってしちゃうんで、そういうボタン指はもう鮮度が落ちてます。鮮度が落ちてても悪いってわけじゃないんだけど、甘みがあれば十分いけるんだけど、しっかり保存してればこれはもう本当にツヤがあっていいボタン指ですね。これ北海道マシケ、サイズ感こんな感じですね。豊洲の中ではもう最高値で取引されています。もうちょっとサイズの小さいボタン指はね、結構安い半値ぐらいで買えるのかな。このぐらいのサイズになってくるとすごい高値で取引されています。でこうやって僕頭こう頭もねじるようにこうやっちゃいますね。ここ味噌なんで、味噌がこぼれないようにここにもう立てちゃいます。こういう感じでもう味噌が流れ落ちないようにこうし、僕の仕込みの仕方なんだけど、今日はこのエビこうだなとか味噌がいいなとか毎日考えながら仕込みするのが大事ですよ。そうすると毎日同じことやってても新しい発見ってあるんで。でね、味噌がこう緑の時あるんですよ。緑色っぽい時あるね。そういう時はね、ここに卵がないんですよ。卵があるやつは味噌が白っぽい、卵がないやつ、こういう卵がないやつっていうのは味噌が緑なんですよね。味噌のとこが、これは緑だと思います。卵がないんで緑、面白いですね。そういうなんか仕組みがあるんですよ、ボタンエビも。そんでここから剥きます。でこの車エビって卵は僕はもう今使わないですね。後からまかないとかに使っちゃう。やっぱ皮が剥きにくいんですよね。皮っていうか殻が剥きにくいんですよ、鮮度がいいと。親指で入れてここで1、これで1、1手、2手、3手っていうか、僕はもうこんな感じでやってますね。ここから1日置いたりするとしっとりしてきて美味しくなってきます。まだ鮮度が良すぎちゃうな、今日のは。あとこのエビは剥いてから結構洗っちゃう人とかいるんですよね。やっぱ一般の人とか洗いたくなっちゃう気持ちはわかるんだけど、僕は洗わないです、エビは。一回冷凍してたエビとか洗っちゃうともう真っ白になる、真っ白のボタン甘エビとかよくね寿司屋さん出てくるけど、あれ一回冷凍してます。本当にいいエビっていうのは赤みがかってる、まだ赤いこういうのが残ってるんですよね。こういう赤っぽいのが できるだけその赤いのが取れないようにこう仕込みます。でこれ味噌ですね、エビ味噌。こうやったらもう味噌とあれがいただける。そんで指でかき出す、これでも OK。 一般の方はちっちゃいスプーンとかでかき出してもいいかもしれない。僕はもう慣れてるんで、この頭、味噌取った頭も出汁が出るんで、これ味噌汁とか作ったら最高です。これで結構火入れないと出汁が出てこないです。やっぱ味噌取っちゃったんで、ここまで。でこれがエビ味噌って言われるやつですね。でやっぱ鮮度が悪いとこの味噌がもっとダラーンとしちゃって溶けちゃって、匂いとか嗅いだ方がいいですね。やっぱこの辺から傷んでくるんで、エビってすごい、あと臭くなってくるから。で今日のこれはすごくいい状態です。これ火入れします。そして店によって違うと思うんだけど、酒入れたり薄口入れたり、僕はもう酒で伸ばしてちょっと火入れていく感じですね。周りに結構焦げ付きが出てくるから、周りを結構剥がしながら、水分が飛んでねっとりしてきたらもう OK です。結構酒好きの人は濃くした方がいいかもしれないね。日本酒好きだとかそういう人は、お酒とかあんま飲まない人なんかは結構軽い感じにしてあげた方が美味しいと思う。あんまり濃くするとやっぱりエビの甘みとかね、ああいうのは感じなくなっちゃうんで、味噌の味ばっか感じちゃうんで、